はい、皆さんこんばんは。さあ、本日はですね、以前から話題になっていたあのバックルームズをぶっ壊せる、物理的にぶっ壊せるというバックルームズブレイクがですね、発売となりましたので、早速遊んでいこうと思います。まあ、いわゆるバカゲーなのかな、これ。いわゆるバカゲーになるみたいですね。バックルームズといえば逃げ回るしかないということなんですけども、それをこう火力でぶっ壊せるという感じのゲームみたいです。火力でと WASD で移動、スペースでジャンプ、シフトで走る、まあ基本ですね。さあ、早速人が死んでいます。で、これがおお、右マウスでハンマーを投げて呼び起こす。右マウス、ん、はい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 戻れ、おお、投げる、戻れ、すごなるほどね。これでぶっ壊していけると。鍵がないなと。武器保管庫の鍵を探すということで、エレベーターが向こう、制御室、制御室に向かおうか。こういうなぎ払っていく感じですね。目標、エレベーターを見つける。アーモンドウォーター、アーモンドウォーターってのは回復かな。だからこういうものを壊しつつバックルームズは迷うわけなんだけど、迷わず進んでいくわけですね。暗いな。ヘッドライト H。 お、見つけた、制御室みたいな。すげえ、何でも壊せる。なんかあるよ。職員用、職員用認証カード、はいはい、これであれか、エレベーターに乗れるようになるのか。エレベーターってどっちだっけ、向こうっつだっけ。でも銃欲しいな。なんかいる、こんにちは。なんか陽気な人がいたな。こんにちは。ん、硬えな。あ、やばい、硬い硬い硬い。ハンマー効かない？あ、効いてはいるんだ。効いてはいるけど硬い。なかなかそうもいかんのか。なんかいろんな声がするぞ。追いつかれる、追いつかれる。倒せるか。よっ、危ねえ。思ったより足速いぞ。セーブエレベーターの、このピストルの弾、エレベーター、なんか自販機とかあったよ今な。いやー、くそー、敵が多い向こうにも敵が。くそ、早く銃が欲しいな。そう、敵が来てる。敵が多い。くそ、バカゲーじゃなかったのか。いて、ま、何もあれだよな。あ、それもいるな。何もこう道順を進まなくてもいいんだ。敵だらけじゃねえかよ。あそこになんかある。うわー、敵が多い。あ、これブーメランのごとくあれか、向こうのやつがこれ折り返してもダメージ与えられるんだこれ。ちょっと待って、敵マジで多いんだけど。早く銃を取らなきゃ。やばい、敵が多い。痛い。なんでこんな時、早く銃が欲しいな。よし、巻いた。これは？あ、なになに、なになに、光って見えなかった。くそー、なんだあれ。
玉だ。エレベーターとかなんだかとか言ってたけど、敵に追われまくって結局何も取れてない。すごい音する。なんか死体がある、ここに。なんかショットオフ、ん、爪を打ち落とせ。あ、やった、武器クローゼットの鍵ゲットした。で、これがエッセンスが足りん。うわ、いっぱいいる。ちょっと待って、銃を取り行こう。どこだっけ、銃って。最初の方だったよね。最初の方だったよな。あー、これ多分これ爆発するかもしれない、これ。あ、こういうの使えってことなんだね。了解了解。銃を取り行こう。スタート地点だったよね。スタート地点だった気がする。スタート地点ってなんだこれ。おおおお、バックルームによくある。なんかある。武器のカスタマイズ、レーザーポイント、ハンドガン。ああ、その銃を取り来てんだ、今銃を探し来たんだ。どこだったかな。すごいね、バックライフルの弾とか手に入る。バックルームっつうのとか思えないような爆発。ね、どこの辺だって、この辺か、スタート地点。あったあったあった、よし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 、これだ。よかった、よし。銃をゲット、ピストル。なんだっけ、 L 違う、 T か。あー、武器のライト、またはレーザーポインター、オンオフ、カスタマイズ、レーザーポインター、ライト適用。はいはい、レーザーポインターはいらないな。エイムができるってことか、ライト。あー、なるほど。ん、ライトついてる、銃についてるよね。オッケー、これで戦える。なんかあれ、何これ。おお、あー、連射もなかなか効くね。R でリロード、よし。もっと銃とかなって、あと、ないのかな。さっきのやつらをやればいいな。ちょっと弾が足んねえな。弾を、そこら中にある、この。そこら中にあるさ、あの、箱から弾を回収しねえと。あの野郎。お、聞いた。爆発強いんだな。まあ、そらそうか。そらそうか。なんだろう、自分のハマる。なんか他にも弾手に入ってるからさ、逃げた、避けた。なんで他の銃もあんのかな。椅子だ、あの椅子、武器謎だったけどね。なんかでもなんだ、雲みたいなのがいるじゃん。なんだ、やったか。なんだこいつ、ライフルの弾。ライフル持ってないけどな。ねえ、ライフル持って、あ、これは端っこなのか。なんか他にも銃ありそうだけどね。柱は壊せないんだね。ああ、敵倒すとエッセンスが手に入る。これ金なんだ。ああ、じゃあ倒すことは無意味ではないのね。なるほど。
まあ、壊せるけど。なんかもっと武器ありそうだけどな。あ、あったあったあった。これそうじゃない？来た。3000必要。なるほど、金が必要なんだ。武器を手に入れるためには金が必要と。なるほど。ってことは、あいつらやるか。なんか、なんか、時間かかるな。早いな、やっぱりね。た、OK。あそこにいるやつは一網打尽にすれば、金は。金が手に入りそうだな。ちょっと、もっと、もっと弾が欲しいな。弾が欲しいと言いながら、撃って使ってたら、本末転倒だな。やるか、やつらは。このさ、ドラム缶とか利用すれば、効率よくやれそう。ああ、しまった、ドラム缶が。ドラム缶他にあったよね。敵の数が多いよな。この辺利用しろか。こっち、こい、こっち。あ？そこだ！ちょっと生き残ったら、そうでかい。よし。あ、走り回ってるかいいな。こっちだ、こっちだ。こっちが来い、こっちが来い。ナイス！お前は自分で勝つ。オッケー、3000貯まったよ。あれも金なんのか。よし。どこだっけ。どこだっけ。よし、来たぞー。これで3000で買えると。なるほどね。ライフル。こいつは強力だね。ただ、弾がやばそう。カスタマイズ。レーザープリンターいらないかな。OK。じゃあ、行きますか。あそこのオブジェクト。なんかエレベーターって書いてあった。でも、弾買えるのこれ。買えるわ。400で買える。ピストルの弾。あ、ピストルなんだね。これが何？これ何？壊せるわけじゃないの？あ、いた！これエレベーターか。もっと武器あったりするのかな？書いてた。あ、あと2個武器あるみたいなね。え？あんのかな？まあ、いっか。まあまあ、途中で手に入るでしょ。こんな感じだと。お金がなかったら買えないしね、どっちにしろね。さっき8000とかだったもんね。こう売ってるんだね。回復するか。アーモンドウォーター7個、これ回復ね。道中であれか。ちょっと待って、ライトついてない。ライト適用。そうか。3番も、ちょっとライトつけとくか。スコープ。スコープついてんの？あ、なんだ、ホロサイト。へぇー。ホロサイトするか。ライト付きで。かっこいい！いいね。いいね。よし。まあまあまあ。水だな、下は。彼らは透明だ。
水に潜るな。ん？水に潜るな。なんかあれか、水中からこう見えないやつが迫ってくる系のあれか、そういうサプライズ。逃げろだって、ハンマーを。ああ、倒せないの？あ、倒せないの。ああ、その間に行けってことか、これ。よいしょ、はいはいはい、誘導してる間に倒せないから、その間に行けと。どこ行けばいいんだよ。ハンマーは何で揺れるんだ。逃げろ。ほっ、そこになんかあるね。正解なのヒューズ。待って、これ結構、あ、やべ、遠いか。よっ、飛距離が出せれば。あー、混ぜなかったな。どこ行けばいいんだよ、次。微妙だな、距離が。追いつかれる。距離が取れれば。あんまり遠くまで行かねえのかな、これ。なんか一定の距離しか離れてくんない。よいしょ、よっ。なんか一定の距離しか離れてくれないね、やっぱりね。すげえ遠くに投げても、しかも暗い。ちゃんとこっちが来る。あんまり離れてくれないな。あっちはどうだ。なんかあそこあるな。待ってよ、あんまり離れてない。あっちが遠ざかったね。ゴー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 。ここは？行くか？行くか？よし、大丈夫かな。いや、あー、まだ続きそうだな。まだ続きそうだね、これ。次は？よいしょ。ここになんかアイテム売ってるけど、いらんやろ。誘導して一気に進んだ方がいいな、これね。距離があるうちに進んじゃおう。つか、どこ行けんの。イグジット了解。だいぶ距離あるよ、これ。だいぶ距離ある。チャンス。あー、待ってくれ。ジャンプにもスタミナがいるのか。あっちだって今度。ほっ。
今度向こうだってさ、あんまり距離離れてくんないのか。全然離れてくんない。よし、遠ざかってからそんなに離れてくんないんだな。乗った方がいいか。こっちはどうだ。この辺でどうだ。結構遠ざかったな。いける。こっちか。いいね。回すのか。しっかりひねる。逃げろー。いけるか。ハンマー帰ってこい。これ本当に合ってるのか。なんかこんなに普通に逃げ回るゲームなのかな、これって。銃とかなかったけどな。もっと行ける場所あったかもしれんけど、まあとりあえずクリアか。全然ポイントも稼げなかった、ここ。お金も稼げない、敵いないから。よし、次のステージ。全然銃ぶっ放さなかったな。弾あるね。まぶしい。彼らは何にでもなれる。ペインルーム、人間工学 CEO 室、オフィス。どうしようかな。別に言われた通り進まなくてもいいんだよな。ね。あ？なんだ？砕け散った。何もない。自分。なんか音がするな。はいはいはい。ほっ。なんか当たらねえな。お？おいおい、おい、ちょっと思ったように動かねえ。何回もこれ狙ったんだけどね。思ったようにならん。ライフルの弾、これは、あー、アーモンドウォーターか。アーモンドウォーターは今9あるな。ケツ打つ。そこで死んでろ。そう、お金欲しいから敵も倒していかなきゃダメだね。お金が欲しいんですよ。ここ爆発物いっぱいあるけど、これ使えるのか。うん、信用室じゃなきゃ。ペインルームってどこだ。まあ、こんなもんなのかな、これ。ここはこんなもんなんだろうな。うんうん、まあ従ってもしょうがないか。この辺のアイテムをゲットして。ショットガンだ。まあショットガン欲しいね。どっかで売ってないかね。あ、何これ敵？いって、敵っぽい。敵だったんだ今の。うん。ちっちゃい敵がいたね今ね。何にでもなれ、彼らは何にでもなれる。よいしょ。あんなとこで。動けなかったみたいね、引っかかって。残念。リロード中ダッシュできないんでね。まあそりゃそうか。ダッシュできるゲームはあるけどね。なんかすげえいっぱいね、向こう。気のせいか。暗い。もう壊れた。ショットガンとか売ってないかな。
端から今見て回ってるけど。やばい。実際にライフルにできないな。あ、あったあったあった、なんか。敵の声がする？ん？あれか。強い。ナイフルやっぱ強いな。分かっていたけど、パソコンがいっぱい。あー、またなくった。あ、どれが敵？どれが本体だ？これか。本体がよく、なんだ、雲か。強い、これ銃。分かっていたけど、この銃強い。エレベーター、ここにでもなんかありそうだよね。ライフルの弾、ああ、ありがてえ。死体が、いって、エレベーター頂上かな。エレベーターのなんか手に入ったね。回復しとこう。いって、お金も結構貯まってきた。ショットガン撃ってないかね。弾がもったいないか。この物資みたいなの何なんだろうね。ショットガン欲しいな。どっかで売り出す、スナイパーってのもあるみたいだね。売り出してないかの。ありそうだけどね。なんか中央とか見てみようか。結局は、あ、ここにもオフィスがある。いくつかオフィスがあったんだね。いきなり正解引いた、もしかして。ん、死体の近くに何も落ちてないから、もしかしてさっきのが正解だった。普通にいきなり正解引いたっぽいな。こっち暗いな。まあ、いろいろ壊せないけど、さらに無駄に広いね。目的のものがどこにあるかがわからない。うう、お金になる、ありがてえ。ピストルの弾が、あ、そう、このマークもあったな。これなんだっけ。あー、なるほどね。こっちにつながってる。それ最初のところか、これ。あ、思ったよりか広いね。思いのほか広くて。何してんだあいつ。思いのほか広すぎて回るに回れないね。こっち側にも何かあるのかな。白い、まとめて吹っ飛ばした。あー、でも端っこだね、ここ。あー、広っ。あーんと、これは弾かな。弾か、スナイパーアーモンだって。でスナイパーがないからな、売っててもな。もしかしてあるのか。あー、マートがちって。ピストルの弾、ああ、ある。ピストルの弾売ってるからな。売ってても落ちてるからな。まあ
もしかしたらスナイパーもあるのかもしれないな、この辺エリアに、どっかに。それを探して回るのが大変なんだけど。うわあ、何この部屋、爆発物だよ。いてー、めっちゃ怖い。爆発物が多いね、怖いね。ちょっと回復しとこう。これ何、いた。くそ、あいつ戦いづれえ、マジで標的は小さすぎる。あげゃーと声がするな。ここのものは別に必要なものではないのか。あった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 、やったー。くっ、あかんな、マジかよ、ショットガン欲しい。何これ、なんだこれ。くっ、あかんなって。え、何かすればいいのか。金じゃないのか、壊せばよくね。何か落ちてる、アーモンドウォーター。どっかにパスワードがあるのか？すげえ弾とかあるけど。え、何すりゃいいんだろう。何か入力すればいいのか？755かな、もしかしたら755かな。アンロック、アンロック、あ、来た来たー、解いた、自力で。すげえ時間かかったけど、コマンド L3 でファイルを確認して、研究記録は出るんだけど、その中になんかニグレサ、アルベドなんとかっていう記録があって、そこにコードが書いてあって、その順番で755で解いてみると、そのね、そのニグレドとかアルベドとかの数字のにあのコードは7とか5とか書いてあったので、それを入力したら開きましたね。すげえ、開いた。もうダメかと思った、今翻訳見ながらやってたけど。やったー、ショットガン切り替え。何？ 1 個しか持てないの。え、じゃあハンドガンいらねえんだけど。そうはいかんのか。しゃあね、ショットガンでいくか。なんだ、じゃあもっと使っとけよかった。スコープ、ドットサイト、ショットガンスコープなしでいいよな。ライトだけでいいかな。やっぱりショットガンだよな。ショットガン、ショットガンの弾をくれ。もう一個くれ。よし、これがありゃいいでしょう。そうか、持てる数に限りがあるのかな。ショットガン強すぎね。すげえ時間かかっちゃったけど。エレベーターはどこだっけ、こっちか。いや、強いもの手に入れちゃったよ。このショットガン爆発するのか。無理に間な、これ 1種類しか持てないんだ。全種類持てるのかと思ってた。ん？ OK。ふー、行きましょう。よかった。ゲームクリアできないかと思って。アサルトライフルでもよかったね。
でも無理にアンロックしなくてもよかった。でもまあまあまあいいでしょう。連射が効くのはハンドガンだし、ショットガン強くて良さそう。回復か。ここかとくか。金はいっぱいあるかな。ああ、プールだ。さすがにプールは壊せねえのか。さすがにプールは壊せない。あのよくわからないエッチなプール。あ、これ壊せんのね。またいるのかこれ。 いないか。橋が割れた。え、どこ行くんだ。水降りちゃっていいのか。どこ行っていい、どこ行っていいかわからないといえばバックルーム。目に見えるとこに行っていくわけじゃないのかな。あ、こっちもある。うわ、壊せないの。さすがに壊せないのか。何これ。はあ、誰も何もいない。弾を撃ってるけどそれだけ。あ、あ、上行けそう。あ、上には行けないのか。これは何？シャワー室。敵いる？これガスかなんか受けてる。これダメージ受けてるね。下がなんか酸かなんかなのかもしれない。普通にダメージ受けてるわ。あ、やばいやばい。ごっくり。微妙に飛びにくいのよね。微妙に飛びにくい。飛びすぎちゃう。飛びすぎちゃう。飛びすぎちゃう。アーモンドどこだ。飛びすぎちゃう。なんなん。敵もいないし。ここは壊せもしないんだね。すごいシャワールーム。あ、死体があるな。でもあそこ光ってんね。何かくれるかい。携帯電話発見。このショットガン爆発する。携帯電話発見。これは重要なアイテムなのかな。重要なアイテム。微妙に飛んでいき、微妙に飛んでいけたらいいんだけどな。一定の間隔でジャンプすれば。横行か縦の方が飛びやすいね。届かないんかい。よし、銃の方がいいか。見やすいな。音がする。謎空間。消すとくない。ああ、なんかあるか。ん、サンダル。サンダルが何だっていいんだ。え、これ水降りて大丈夫か。ダメってことはねえか。ダメージは受けないみたいだね。携帯電話を取ったけど、次にどこに行けばいいのか。明るい方行ってみようか。携帯、ん？あれは行けそうか。あれは行けそう。出口か、もう出口かどうかもわからない。不安。なるほど、そういう途中で
今食らってないのか、微妙に食らったのか。たまに爆発する的な。隣の隣で爆発しまくってんね。ついたっぽいね。ついたっぽい。何これ、めちゃくちゃモップ広いのかな。まあまあまあ下ってみましょう。下って下って、頭おかしくなるで。いや、まだ続いてた。でも進んでるっぽいね。これはなんかいっぱいもらえるらしい。つかすっごいいつの間にか体力減ってた。死にかけてた自分。あ、もうどうだ。ここはやったら光ってツルツルの床、駅みたいだね。あ、電話だ。爆破、あー、なるほど。電話は爆弾の。じゃあまだいろいろ取ってこなきゃいけない。うわ、めんどくさ。はいはいはい。じゃあアイテムを取ってこなきゃいけないんだね。他のエリアに行って、今俺正面から来たから左右行ってみようか。もう爆発とか気にしてらんないね。とにかく走って爆弾を取ってこよう。この無駄に広いエリアで。よし。わっ、ありそうだね。せっかく銃取っても敵が出てこないんよ。やばいな、やばいな、お前はやばいな。電気ケーブルゲットした。あと爆薬か。これ回復できないですよね。逃げるとこないの。あ、ない。ダメだ、死ぬ死ぬ。あぶねー。あいつ登るとこなかったね。お、敵の声、音が。あぶねー、しんどかった。右下にあのリストがあるから、多分あと1個爆薬だね。なんかすごい。爆発物しかいないんだよな。でも吹っ飛んだ。今度は反対側かな。もうあそこ行きたくねえからしょうがない。こっち戻るしかない。右側行けば、あ、違う、左側行けば爆薬はあんのかな。左言うてもな、さっきのところの、こっちさっき、ああ、そう、全然左行けばいいのか。ああ、よかったよかった、つながってるつながった。オッケーオッケー、理解した。無駄にだだっ広いのはしんどいね、これね。アーモンドウォーター、思っただけ回復しないしね。無駄にだだっ広い。危なかった危なかった。で、これで左ですね。左はまだ行ってない。左はまだ行ってないので、こっちで爆薬をゲットすれば、先へ進むんじゃないかな。こんなに広くする必要あったかなって感じだよね。壊せるわけでもないのに。
にマップ広くする必要なかったでしょう。なんだろう、何か出てきそうだけど、飛び込み台があるだけ、飛び込み台があるだけ。四方、普通だったら敵はわーっと落ちてくるけど、そうでもないのか。ん？ああ、こっちからしか登れないのか。そういうのじゃないのか。そういうのじゃないのか。ただ取るだけ。そうか。いまいちね、自分はあのバックルーム系がよく分かってないので、バックルームズ系がよく分かってないので、これが多分何かなんだろうけど、あ、なんだろうね、ただのプールじゃんと思っちゃうけどな。まあ、なんつうか、これ、AI っぽいのが作り出す、なんだろう、不可思議な、ちょっとおかしい感じっていうのが多分恐怖の対象になるんだと思うんですよね。日常的なんだけど、ちょっと構造がおかしい。それが怖いっていうのが多分バックルーム系なんだろうけど、いまいち自分は理解できないかな。森と一緒ですね。何が怖いのかよくわからない。だけど、やります、爆破します。オッケー、はいはい、あ、エレベーター、なんか、あれね、壊す要素ないね。道中出てくる。道中出てくる壊す、ああ、はい。最初と3面が壊す要素だったけど、それ以外はなんか、普通のバックルームですよね。はい。ああ、これ見たことある。弾いっぱい売ってんな。買っていいのかな、買っとくか。これだけ買えってことなの、弾あるってことは。回復も買っとくか。よし、何かと戦うのかな。戦うわけでもない。やばそうな音するな。あー、おお、音がすごい。ライフルの方が気持ちよかったかな、これ。違う違う違う、逃げ、リロード、ライフルの方が気持ちよかったね。このショットガン爆発するんだよね。処理が追いついてない。処理が追いついてない。逃げるのかこれ、音すごい。これ聞いてんのこれ。聞いてんのかねこれね。下降りてもいいことねえわ。処理をしまくってる。あ、終わった？終わった。終わりましたね。処理をしまくって。何か手に入る？このショットガン爆発するのすごい。ああ、これか。出口。
出口が開きました。え、学校、学校みたい、学校だよね。え、そうだよね、研究室、エレベーター、めちゃく、ああ次ね、まあ、ここで銃持ってく銃を選べるってことか。なるほどね。はい、あ、終わった、ライトつけて、ん、な、な、な、か、勝手に動いてる。モノリスみたいな、モニュメントみたいな。あ、おお、上空、あー目が回る、現代だな。スナイパー終わった。スナイパーラーグル見当たんなかったな。どっかにあったのかな。つかこの距離でスナイパーライフいらないけどね。はあ、終わりっぽいですね。はあ、なるほどね。スペース通して、まあ、なんだろうな、もっと壊せるのかと思ったんだけど、そうでもないね。ただ広いエリアで物をぶっ壊す感じ、エンドレスモードがあるんじゃないですけども、ちょっと期待してたのとは違いましたけど、まあ爽快感あるのかなと。ただパソコンの処理が間に合わないですね、あんまり爆発してると。ボンボンボン、ショットガンはあの爆風がすごすぎて、そうですね、処理上落ちしてしまいますね。なのであのこれ多分スコアが出てたかな、スコアアタックになるのかな、もしかしたら。そのいろんなものを壊したりとかして、そうやって競って遊ぶものなのかもしれないですね。はい、というわけでバックルームブレイクでございました。お疲れ様でした。